全く進まないオーストラリア潜水艦建造計画。静かなる防衛でも、毎回追いかけていますが、なんと、今回、新たなプラン B の存在を、発表しました。では詳しく見ていきますね。台湾の方が建造計画は、遅かったのに、もうできつつあるんだけどね。オーストラリアが導入を進めているアタック級。通常動力潜水艦建造計画が滞ったままで進展が見られていない中、この計画変わる代替プラン B が存在していることが、モリアーティ国防次官によって明らかにされた。2021年6月2日、オーストラリアのグレッグ・モリアーティ国防次官は、同国議会での質問において、フランスのネーバルグループ、ナバルグループ QDCNS とのアタック級、潜水艦建造計画が、交渉期限の2020年12月を過ぎても合意に達していないことを指摘され、対案としてのプラン B が検討されていることを認めた。モリアーティ国防次官の発言は野党労働党のペニー・ウォン上院議員からのアタック級プログラムが頓挫した場合の対案は検討されているのか?との質問に対して答弁したもので、過去1年間で軍事省において確かに検討を行ったと公式の場で初めて明らかにしたものである。アタック級潜水艦建造計画においては当初500億オーストラリアドルの見積もりであったものが800億オーストラリアドル、一説によると、900億オーストラリアドルにまで高騰してしまったために、契約が難航、国内において批判が噴出していて、オーストラリア国内での建造によって雇用を創設できるものとの期待が高まっていた産業界からも、懐疑的な声が高まり、計画そのものの廃止を、求める声も上がっている。そのような状況で、オーストラリアのメディ各社の間では、アタック級潜水艦建造計画は破綻するとの予測が出ていたが、オーストラリア政府は、2021年3月に、ネーバルグループと建造費総額、日本円で、約4兆3000億円の 60% を、オーストラリア国内で建造することで、還元することに合意している。アタック級潜水艦の設計ベースはフランス海軍のシュフラン級原子力潜水艦であり、原子力潜水艦を保有できないオーストラリアの国内事情に合わせて、その動力を通常動力に乗せ替えるための再設計に、手間取っているとされ遅延していると思われる。ネーバルグループからは、アタック級の再設計作業の進捗状況や、建造費を、どのように、オーストラリア産業界に還元するかについての具体的な、内容の説明が不足している状態であるため、6月11日から、イギリスで開催されている、G7 に出席している。モリソン首相が会議後にフランスを訪問してマクロン大統領と会談し協議する予定であるとされている。この会談ではモリソン首相からマクロン大統領に対してアタック級潜水艦建造計画に対するオーストラリア産業界が寄せる期待をアピールするものとみられているが、現在のオーストラリア議会においては公聴会などでアタック級
潜水艦建造計画が頓挫する可能性が高いとして、その場合についての議論が集中的に行われていて注目されているという。オーストラリア海軍が現在運用している潜水艦はスウェーデン海軍のベステルイエトランド級潜水艦をもとに設計されたコリンズ級潜水艦6隻で、オーストラリアのアデレードにあるオーストラリア潜水艦企業体 ASC で建造された。コリンズ級はベステルイエトランド級潜水艦の水中排水量が1100トンであるのを3倍の3300トンとしたためか、当初から設計に無理があるとの指摘されていた。また ASC の技術力の問題もあって、収益後は最悪とまで言われた騒音を発し、故障が頻発して信頼性が低いだけでなく、オーストラリア海軍が人員不足と相まって稼働率が大幅に低下し、時には行動可能な艦が一隻のみだったこともあったとされ、オーストラリア国内ではコリンズ級の開発は失敗に終わったとの評価が出るほどだった。オーストラリアがコリンズ級の後継として12隻の通常動力型潜水艦建造を計画した SEA 船では、2009年のオーストラリア国防白書において、後継艦は2030年代を見据え、必要があれば遠洋海域での作戦行動も可能な大型通常動力潜水艦を取得するとされていて、このアタック級の他に海上自衛隊の双竜型とドイツの214型を大型化した新設計の潜水艦が候補とされていた。当時のアボット首相は、同盟国アメリカが日本の双竜型を進めていたことなどから、双竜型に気持ちが傾いていたようであったが、日本はオーストラリア自国内での建造による機密漏洩を懸念して消極的であった。その中で2015年9月にアボット首相が退陣し、ターンブル政権が誕生した。アボット政権が倒れた理由は、雇用問題を抱えるオーストラリアの経済政策失敗にあり、そのことで政権を取ったターンブル首相としては、SEA 戦計画において、潜水艦としての性能よりも雇用確保が命題であったため、オーストラリア国内での建造を掲げるフランス案を採用せざるを得なかったとも言えよう。これらの事情によって採用されたコリンズ級であったが、そもそも原子力潜水艦として設計され、一番艦がつい先日進水したばかりのシュフラン級の機関を通常動力に変更することはかなり困難であろうと当初から囁かれていたのである。またオーストラリア海軍では、兵装や電子機器関連はアメリカ製を採用しているため、フランスの潜水艦にそれらを搭載することも困難であることは、先のスウェーデン製コリンズ級でも問題となり、苦しんだ記憶は残っているはずである。日本の双竜型が選ばれなかった理由としては、オーストラリアでの建造問題の他に、もう一点、双竜型に採用されている技術が、2030年には陳腐化するというものがあった。しかし、仮に、
アタック級が予定通りに建造を開始されたとしても、ネーバルグループがよほど画期的な通常動力機関を搭載するので、なければ2030年頃に陳腐化するのは、双竜型と同じであり、やはり自国の雇用確保が艦首選定の最大の理由であって、陳腐化云々は、後付けのようなものであろう。オーストラリアは、日本と同じく、四方を海に囲まれ、国土の割に、膨大な面積の領海を持っているため、海上防衛には、大きな戦力が必要であり現有の。コリンズ級6隻への負担は大きい。そのような状況で、SEA-1000 計画において、当初計画の倍近くに膨れ上がった予算を計上することが困難であることは明らかであり、フランス湾を一度白紙撤回した上で、コリンズ級の近代化改修でしのぎながら、改めて新型潜水艦建造の計画を立てるのが現実的ではないだろうか。